たまたまいいの方で。さて、この間に引き続き再び下北にやってまいりました。で、今回も1軒目はこの鈴なりでちょっと飲ましてもらおうかと思ったんですけど、このドラムの、ね、前回に最初飲んだ店まだね8時オープンで、まだその時7時ぐらいやったんで開いてなかったですね。あの奥の店が今日は開いてましたんで、ちょっとこの奥の店でいっぱい。すいません、外の席っていいですか？あ、もちろんです。いいですか？あ、すいません。今の時間だと、はい、このお料理とあとこれと。あ、わかりました。はい、あの何でしたっけ、ハッピーアワー。あ、はいはいはい、7時まで。あ、いいですね。で、あとこれなんかここにないの飲みたいもの。あ、わかりました。生で。はい、はい、綺麗なお姉さまが生ビールを入れてくれました。いいですね、美しいですね。うん、秋もビールがうまい。で、あのバターを待ってる間にですね、ちょっとあの業界の方とが居合わせたので、ちょっとね3人でちょっと飲みながらあーだこうだいろいろ喋ってですね、2杯ぐらいかな飲んで、ビール行ってハイボール行ってって感じですかね。2杯飲んで、じゃあそろそろ次の店に移動しましょうという感じでございます。さあ2軒目、行きます。あざしたあざした言ってね、もう業界人のあざしたあざしたっていうのがありましてですね、2軒目行くんですけれども、この日がですね土曜日だったんで、結構ねどの店も混んでまして、ちょっとこの中心地からどんどん離れていこうということで歩いてたら、雨は降り出し、ちょっと穴場っぽいようなとこね、この結構ね、これカメラには映ってないんですけど結構降っております。結構あの割とびしょびしょになってですね、おっさん2人傘持ってなくて、なかなかのびしょびしょ具合にはなってるんですけども、しょうがないですよね。もうね、とりあえずどんどんと下北を歩きます。本当にね、僕家三軒茶屋で隣町なので下北近いんですけど、案外ね来てなかったのでね、行ったことない店がすごく多くって、こう歩いてるだけでもね。焼肉屋さんあってんな。濡れてるけど。肉屋ありましたっけ？うん、2階の楽しいです。1階行ったことあんねんな。へえ。やっぱ下北はやっぱ古着屋さんがね。あ、こんにちは。どうも。古着屋さんが多いですよね。で、結構あの下北自体は道幅はそんなに広くないんですけど。結構ね細い道にたくさんお店がバーっとあって楽しい感じです。下北グレイビー餃子、ここのお店もいっぱいですしね。あ、なんか静かなバーっぽいな。バーっぽいな。洋食。あ、コーンバーやな。バーも多いしね、食べ物屋さんとバーと。あ、駅この焼き鳥屋さんもいい感じのね。あ、良さそうな。いっぱいですか？いっぱいですか？はい、いっぱいです。2軒目が難航。わ、いっぱいや。激満ですよ、どこもね。で、ちょっとこう島木奈々駅からだいぶこれ徒歩5分、6分、7分ぐらいかな。結構歩いて。ジャークチキン専門店やん。バーをね、ジャークチキン専門店見てると。え、いい？食べ物とかってありますか？はい、タコライスのオリジナルです。マジで？これ回してもいい？もちろんです。あ、やった。じゃあ。じゃあちょっとぜひ。あ、すいません。もうびしょ濡れで。あ、タオルあります。あ、すいません。あ、じゃあこの辺で。よかったですよ。びしょびしょやかな、これも。びしょびしょや。お店の人がね、声かけてくれはって、ここにいたしました。タコライスはミート
で、そうなんですね。も余計なもの使ってなくて、で全部のメニューって健康志向で結構玄米使って、あ、そうなんや。ミートもタコライスのミートも全部油とかも玄米使わない、ほとんど使わないようなので。猫大丈夫ですか？え？猫大丈夫？猫好きです。買ってます2匹。あ、いるやん。かわいい。スコティッシュ？あ、そうです。かわいい。すごい慣れてんな。最近あのめっちゃこの箱が好きで。こんなもんです。もう17歳だから。そう、17歳。はい、かわいい猫のスコティッシュのリンちゃん、17歳でございます。レモンサワーください。ジャスミンハイで。これも何しようかな。コンビーフポテサラと、あ、いいですね。スナップエンドウとウインナー炒め、あ、いいですね。グリルチキンってどれぐらいのサイズですか？グリルチキンはお肉 100g くらい、 100g くらい、サラダ、あ、サラダ、はい、あ、じゃあそれください。ありがとうございます。ありがとうございます。鈴なりも言ってました、ね、あ、今日も鈴なりから始まって、あ、そうなんですか。そう、レモンサワー、あ、レモンサワー、あ、はい、はい、ありがとうございます。あのドラム缶のところの、はいはいはい、私も立ってるんですけど。え？あ、あの日替わりみたいな感じで。そうです。あの日いなくって。あ、そうなんや。あの、すごい偶然。マスターとお客さんすごい来ます。あ、本当に。でも、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そろそろ。綺麗、可愛い。アンドレッシングの特製で。ありがとうございます。いただきます。美味しい。美味しい。うん。美味しい。まあ何しようかな。時の超越。すいません。はい、時の超越。あ、時の超越。ソーダ割り、はい、スミって書いてある。ソースが切れちゃったんです。あ、じゃあ、すいません。お、え、これ大隅って書いてある。大隅の麦2種類あって、大隅の麦もあるんですけど、ダイヤメっていう、ご存知ですか？大地の香りがする麦がありました。ダイヤメ、芋だった。だいぶフルーティーでしょ。ごめんなさい、今ボケました。ボケじゃあせっかくだからダイヤメのその全然どっちでもいいんだけど、じゃあ、 あのダイヤメのソーダ割りで。わあ、美味しそう。めっちゃ美味しい、これ、うん、酒に合う。グリルチキン、本当シンプルな料理ですが非常に美味しいです。サラダのドレッシングもね、特製らしくてすごい美味しかったですね。うまい、うまい。ガンダム世代ですけど、ガンダム見てない。マクミです。全く見てない。オール CG でネットフリックスで、ガンダム配信されたんですよ。え、それは新作ってこと？いや、違います。まあ、一応ストーリーとしては新作です。でも、まあ、アニメでは地球連邦軍が正義の味方、うん、敵がジオン軍、うん、でもこのジオン軍目線のお話、うん、で、ザクとか出てきて、わーってその、まあ、ジオン軍は一応こう地球防衛軍からは虐げられてるっていうような環境を見てて、その地球防衛軍に反旗を翻して自由を、我々にも人権をみたいなって戦ってるんですけど、ガンダム側からしたらこの反逆者みたいなテロリストたちを倒すみたいな説ですけど、まあガンダムがあまりにもゴジラみたいな恐ろしい存在として描かれてて、ジオン軍側からしたら、まあ、強いからな、うんうん、ほんまにもう恐怖、もう何鉄砲撃っても効かへんし、大砲撃っても避けられるし、はいはい、何なんこれみたいなので、ちょっともうすごい面白かったです。すいません、ダイヤメソーダ、はい、ありがとうございます。わ、嬉しそう。ありがとうございます。あ、じゃあこれ避けてもらっていいですか？はい、まあそうですね。あ、おいしい、おいしい。逆に言うと、そのどっちかが一方的に正義として描く方が違和感はちょっとある。なんか例えば完全な明らかな、もう
あの意識のない化け物だからゾンビ、うんうんうん、だから俺ゾンビものが好きなんか知らんけど、あゾンビはもう100、うん、もう倒さなしゃあないやん、うんうん、あ悪者が悪者は悪者の家族もいるしとか思うとっていうの思っちゃうんですね。100ゼロかねってなるから、そうだからゾンビはよくできてんのよ。100ゼロでいけるからな。まあそれはもちろんそのゾンビだってもともとは人間でとかあるけど、ね、まあ言うても今はもうゾンビやからしょうがないし。確かに本当にゾンビのめちゃくちゃベタな設定で、それは家族がゾンビになりました、うん、やれない人カット、リアルにあったらどうですか、いけるいけない、どうなんやろう。いや 今の感覚で言うとこれ無理かもなって思うけど、でも実際その世界になって何人も目の前でゾンビに食われてる人を見てて、これほんまにやられんねやってなったら撃つかもしれん。それはそのどこに気持ちを置くかで、その家族はゾンビになろうが家族、見た目は家族なんでやりたくはない、うん、とは思うけれども、まあ、やられたらやられたで、そこ自分も言ったらゾンビになるから思考がなくなるから、それはそれでまあ死んだも同然じゃないですか。でもこのあと自分がゾンビになって人噛んで迷惑かけるんやって、いやまたそんなんのもっと以前の問題で、死にたくないっていう人間の、もう死なへんためなら何でもするっていう人間の働くのか、本能が絶対働くと思う。それは家族でもだから、うん、そのほんまにやばい、ほんまにやばいやんって何人もがゾンビに噛まれてゾンビになっていくのを見てた時に追い込まれきったらやるかもしれんなっていうのは、そんな人間理性働かへんと思うで、最後の最後もうこれどんなさ噛まれたら楽やろなっていう、いやめちゃくちゃな恐怖来るで。だってどんなに凛とした人でも命乞いするって言うやん、それ銃口向けられてこうやったら泣きながら「さんも殺さんといてくれ」って言うって言うやん、それはそういうことなんちゃうかなと思うけど、まあでもまあそうね、だから分からんけど親がこう守るときは違うかもしれないけど、二十歳ぐらいの時に彼女と踏切の手前ぐらいが入ってたと、で渡るぞっていう時ぐらいにカンカンカンってなって、いや僕はねそんなつもり全くなかったんですけど、それまで手つらいのある人ならしいんですよ。カンカンカンってなった時に僕手離して走っていったらしいんです、向こうに。やばそれはやばいって僕の感覚、えせやえほんまにって、いやいやいや、それが本能よ。で俺車乗ってて、うん、彼女とか乗っけてて、何、うん、かの拍子にさ急ブレーキ踏まなあかん時とかあるやん、でガッて踏む時やっぱりもう自然と手を横の助手席の彼女が飛び出さんようにこうやってやってる自分気づいて、うんうんうん、あそうしててよかったって思ったこと何回もある。あよくないすいません、ありがとうございます。うまそう。そんなんするかな、とっさやからしたんじゃん。それ細道、線路沿いにこう歩いていくんですけど、それをすぐ曲がって右側曲がるとクラっていう宮崎料理屋さんが、あ宮崎、細川連絡取ってない、え、いいですか。もしもし、もちろん、これからそっちに行っても大丈夫です。あ、すいません。すいません、なんかいや美味しかったです。美味しかったです。嬉しいです。ありがとうございます。手振ってよかった。いやよかった。のんちゃん、のんちゃんですけど、のんちゃんが見つけてくださって、もう得意さんに。めっちゃ得意。目の前。もう路頭に回ってたから、なんかもう雨も降り出すし、なんか。そうですよね。そう。あ、ごちそうさまでした。ありがとうございました。美味しかったです。いってらっしゃい。ちょっとお母さんお借りします、お姉様。ごちそうさまでした。どうも。こっち。あ、こっち。あ、右。はい。あのこれ一番街紹介すると、ここが一番街の一番奥です。はい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 。最奥に来ていただいている感じで、これからずっと
後ろの方、駅の方に向かっていくとちょっと J みたいな L 字になるんですけど、それが一番街なんです。あの大関さんの、はい、スーパーの手前ら辺までが、まあ、ここもタトゥーショップで、タトゥーショップね。あ、タトゥー、そう、タトゥーショップで、一番なんか常連さんで、へえ。これは左、そうか、下北沢、聖徳やったっけ、何の時、はい、聖徳高校、はいはいはい、バレエ強いとこや、へえ、バレエやってたから、あ、そうなの、そうそう、え、大阪でも東京のバレエ強い高校知ってるんですか、知ってる、あの春高バレエとかやったらさ、やっぱり出るから、へえ、八王子実践とか、あ、へえ、宮崎、え、チキン南蛮あるかな、あ、あります、ある、チキン南蛮食おう、宮崎の人がやってはんの、はい、宮崎の、へ、あれ一般的な九州料理っていうのはどこ料理のことを言ってるんですか、鉄板餃子とか、あれは福岡やな、鉄板餃子とかは、馬刺しは、馬刺し熊本、あれ冷や汁って宮崎でしたっけ、冷や汁宮崎やね、ああ、このさっき言ったスタッフの子がこの間うちで冷や汁パーティーやって、パーティー、冷や汁うまいよね、私初めて食べてめっちゃ美味しくて、めっちゃうまい冷や汁、これね、何線、何線、あ、京王か、京王線です、井の頭線です、井の頭線ね、はい、え、お姉さんはあそこ本業なの、あ、そうなんや、オーナーと同じで、たまにこれお手伝いしたり、あ、そうなんや、へえ、新しめのお店ですよね、はい、あ、 こっちです、あ、こっち、お、一本入った、去年の、4月、うーん、ちょうど1年半、うん、あの辺って物件開くの、あの、あそこもともとさっき言ったあのオーナー、あ、綺麗な、うん、マダムさん、はい、あ、まあ、ずっとあそこでブティックやったりエステやったり、ね、あ、そういうことね、で、それで2階が実はエステなんですよ、あ、そうなんや、で1階をあの息子の水木さんとお姉さんがちょっと借りて、借りて一緒にやるんですよ、へえ、共同企業、へえ、わ、俺この辺来た初めてかもしれん、あ、すごい、嬉しい、こっちが駅で、うん、こっち、うわー、ここは教えてもらわないと来ないですね、ねえ、ふーん、なんですけど、まあ、一応仲間で、へえ、あ、ここや、クラさん、へえ、そうか、もう京王の下北の駅からめっちゃ近いってことか、はい、確かに、これこんな回しながら入っていいんかな、いや、しかもタバコ吸う、あ、チキン南蛮あった、やった、うん、ちょっと一応ちょっとご機嫌伺った方が、あ、もうひーちゃんどうぞ、あ、徳井さんです、来てください、いいですか、すいません、お邪魔します、こんにちは、うわ、なんかブース、わ、すごい、こっちが、へえ、へえ、あ、お邪魔します、すいません、あ、いいですね、まいちゃんも上がったの、え、今あのお連れしたんで、あ、ありがとうございます、案内してもらって、なんか、ありがとうございます、はい、3軒目のクラさん、クラというお店ですね、宮崎料理のお店で、結構店内のね、内装なんかも割と不思議な感じですけど、このお店もね、すごく落ち着く感じの、長居してしまいそうなお店です、キャンピーって言うんですけど、これのバーなんですけど、こっちはこっちで違う店、違う店、あ、そうなんやそれはそれは赤切りソーダ割りと、はい、茜霧島の水割り、はい、はい、すいません、猫、猫って言うの、これメヒカリ、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 もうこんな地点、ありがとうございます、文京区っぽい理想な女、お疲れです、どうも、エビエ、すいません、チキン南蛮お願いします、あと、あ、あとメヒカリの唐揚げと、珍しい
今日そこに載ってないんですけど、あの本試写もがあります。わっ、じゃあメヒカリやめて試写もにしますわ。そうですね。ありがとうございます。あ、うまそう、うまそう。なんかほんまにね、家で僕つまみを使う、つまみ作ります、酒飲む用の。うん、作る時もある。なんか簡単なもの、なんかちょっと焼くとか、ウインナーとかな。それがなんかできないんですよね。わかります。なんか面倒くて、いや酒のつまみっていうのがないというか、酒のつまみを作ろうって、じゃあ飯作るっていう、で飯作って腹いっぱいでちょっとベランダで頑張るかみたいな、時にお菓子とかになるんですよね。なんか生物がないというか、だからお店でしかこういう生物を食べることがないんですよね。それだからご飯食べてから飲むわけじゃないですか、その時にちょっと作ろうかいなってなるわけでしょ。でもそういう時はご飯食べれない時、ちょっとつまみとお酒だけっていう。今日ご飯いらんっていうことですか。いらんっていうか、めっちゃお腹減ってたらご飯を食う、そこまで減ってなかったら酒とつまみでいいかみたいな、ご飯飲みながら酒は飲まない。まあ飲む時もあるけど、でもつまみを作る時はご飯食うほどじゃないなっていう時、例えば3時間前にご飯食いましたやったら、まああとはもうじゃ酒とちょっとつまみでウインナーとかでいっかみたいな。ああそうか。タルタルな、チキン南蛮って南蛮、タルタルが、タルタル南蛮のアイデンティティはタルタルと甘酢。甘酢じゃないんですか。甘酢とタルタル。でもあのアジの南蛮漬けとかあるやん、あれは甘酢やんだけやん、だから基本甘酢、南蛮っていう調理法が甘酢、甘酢なんやっていう。その時見たかったってこと、いつか。いつかね。うまっ。これよかったら、あのうちの揚げ出しトマトっていう、あんまりなんか他にないやつなんで。見たことない。結構あの暑いんで気をつけて。はい。生姜つけて。へえ。ありがとうございます。行ったことない人で。亡くなったっていうニュースを聞いて泣いたことはない。ない。それは泣かれへんわ。それは。わあ。でも別に普通に映画とかで簡単に泣くし。でも映画も、いや感動系とかでもこの感動系は泣くけどこの感動系泣かへんとか結構はっきり分かれてるから。あ、へえ。恋愛系で泣く映画もあるやんか。俺ほぼ泣かへん。恋愛では泣かへんから。恋愛系の今会いに行きますとか、世界の中心に愛を叫ぶとか。でもその日本はさ、死ぬ系、そう、命かかってるやん、それは泣く。恋愛で泣くってない。だから あまりにも悲しい失恋とか、この人が主人公が振られてる。はい、チキン南蛮。やっぱうまそうなチキン南蛮。ありがとうございます。宮崎の本場の、ありがとうございます。うまそう。下北行きます。へえ。もううまそうだって。受け止めてないです。人の死について分かってるようで。うまい。揚げ方も抜群。涙を流す映画が自分の中で一番最高の映画かと言われたらそうでもない、単純に体質みたいなのもあるやん。あの映画めっちゃ泣いたけど、別にその泣かせる方向に作ってるからそれは泣くやろうけど、別に1位じゃないなっていうのはまあまあありますよね。心の底から笑うのことは、それはあるよ。そこはちなみにもう腹よじれて、もうそこから先聞けてないぐらいの笑うことあるんですか。いや、それあるよ、それは。聞けて、でもそれはやっぱり高校の時とかもあったけど、大人になるとそういうの減ってくるよ、だんだん。腹痛い腹痛いっていうやつめったにないけど。喜び、喜怒哀楽で言うと喜び、もうたまらんぐらい嬉しい。あ、でもそれで言うと、振れ幅は少ないかもしれん。っていうか表に出えへんかもしれん。
うん、嬉しいなとか喜びをめちゃくちゃ感じるけど、うん、嬉しいから嬉しいってなって、なんか人によってはさ嬉しすぎてちょっともう我忘れるみたいなさ、うん、声めっちゃでかなるってみたいな、もう静かにみたいなのあるやんか、それがないわ俺ないやろ結構どんだけ嬉しくても悲しくても表向きは結構一定やから、ほな、なんか例えば恋人に誕生日バンってされました、あれそんなでもなかったって聞かれることあります？あんねん俺はめっちゃ嬉しいねんけど、うん、なんか嬉しくなかったって言われるのあんねん、へえ、だからそれを10代とか20代前半とかで経験して、うん、あ俺は喜びの感情があんまり出てないから、うん、自分が思ってるより、うん、例えばプレゼントとかもらった時は嬉しいって言った方がちゃんと伝わるなとかっていう微調整はしてる、それは喜んだからといってその喜びの感情に持ってかれて取り乱すもないし、逆に悲しいから取り乱すもないし僕はそういう人じゃないから思うんですけど、いわゆるそういう喜び喜怒哀楽っていうのがちょっと薄い人は、人によってはその人の気持ちが分からんっていう人がいるんですよ。でも喜怒哀楽が分からんけど分かる、相手の気持ちが分かるかどうかっていう、本当の意味では分かってないと思うんですよ。だから徳井さん、この悲しいバーって泣いてます、でも自分にはその感情はないわけじゃないですか。これをわーって泣いてますっていうのを、自分にはその感情がないじゃないですかって言ったけど、感情はあんねん、表に出てないだけ。だから人の気持ちは分かるよ、人の気持ちが分かるっていうその振動、それは表に出てないだけだから、同じだけ悲しくても見た目に明らかに悲しそうやなっていう人と、俺はそんなに多分悲しそうじゃないねん。そこすごい難しいですよね。だからそれってもう見た目でしかないじゃないですか、うん、だから生きてて、うん、なんかすごい悲しくてワンワン泣く人もいる、うん、嬉しくてうわーって言ってなんかの拍子に手ガーンとか打つまで喜んじゃう人、キレて怒り散らかして怒鳴り散らす人、うんうん、そういういろんな人、感情豊かな人を見てると、あ、俺ってあんまり感情が表に出えへんやなっていうのがなんかだんだん分かってくるのよ。なんか俺なんであんなことしたんやろっていうのないんですか？あ、就任時に俺のバレー部、同じバレー部のおとなしいやつがいて、そいつが先輩にいじめられてて、それにキレてその先輩蹴ったことはあんねんや。でもその時はさ、ほんまに感情がいって動いたけど、もうないな、ほんまないわで、あまりにも理不尽なこととかされん限りは怒りもせんしな。まあ、自分の中で怒らんとこうとか、感情をまあ出さないというつもりじゃないかもしれないですけど、まあまり表に出ないっていう人って、周りからしたらこの人心の中で何思ってんねやろっていう怖さ、うん、めっちゃ言われるよほんまに歴代彼女に言われてきたもん、あ、何考えてんのとか、私のこと好きとかはもうしょっちゅうあるある、あ、すいません、あ、お会計を、つけ麺にしようかな。あ、細麺がいい。平打ち細麺がいい。うわ、どうしよう、迷うな。めっちゃ迷うな、これ。めちゃくちゃ迷うやん。うわ、もう帰ったんですよ。うわぁ。台湾までそば回るんですよ。モリモリそばに。はい、はい、っていうのを見て悲しくなるから、そこには入りたくないな、うん、それはじゃあでもお金あるけど、どうせやったらお得なもの買った方がええやんって思ってる家庭もいっぱいいるやん。そっちのことで、それがわかんない、ソルトといえばソルト、京都行った時に、同級生の方は何でしたっけ？はやっちゃん？はやっちゃん。はやっさんが、俺、つけ麺まだ認めてへんっていう。うん、そこは、俺最近。
え？つけ麺認めたの。へえそっか。あ、じゃあもうつけ麺の名店と言われているところはあんまり行ってない。で、つけ麺の名店行ってもラーメンがあったらラーメンかもザルそばは、ザルそば屋の名店行ったらザルそばかそば。ザルそば好きなんか言うタイミングがなかったのかなんか別に急にも止めない。うん、でそれを何で言ってくれへんかったんって言ったら教えてほしいんやろうなっていう気持ちも、まあ、もちろん分かるわけじゃないですか。言ってほしいかなと思ったら言うてこれ本当に、まあ、どれだけ